よろしく。じゃあ改めましてこんばんは、たまちゃんと言います。どうぞよろしくお願いします。もうすっかりね、ズームの講演会も慣れましてね、最初はね結構大変だったんですよ。皆さんもそうだと思いますけど、その普段こう目と目を合わせて、あるいは息遣いとかを感じながらお話しするのとは全然違うね。最初俺にできるんかなそんなことって思ってたんですけど、人間の想像力っていうのはすごいね。もう目の前にいるような気がする。なんか画面ですけど目の前にいるような気がする。そうするとなんか、そのパソコンの画面相手になんか気持ちなんて乗るんかなって思ってたけど、全然そんなことなくて、普段と同じような、講演が自然とできる。不思議なもんやなと思うね。距離ってすごく離れてるでしょ今。ですよね。同じ会場にいるわけじゃない。距離はすごく離れてるのに心がすごく近いのね。あ、だから距離って物理的な距離ってあんま関係ねえのかなと思った。自分がこういう講演をするときにね、すごく思った。あ、そうか、心の距離ってその物理的な距離はそんなに関係ないんだなっていうのがすごく分かりました。で、今はまあそうね、ズームの講演メインって言った方が、まあズームの講演の方が多いわな、リアルでお話しするよりもね。だからもう告知もしてないシークレットなズームの講演会というのは結構いっぱいあります。はい。だから少人数で、ズームで講演するみたいな、そんなのも多い。まあ3日か4日前は世界マグロプロジェクトっていう、まあ、頭のおかしい親父のね、主催してる、プロジェクトに出てお話しさせていただきましたけど、結構そういうオファーが多くてね、なんか世の中ってすげえなって思いながら、まあ今セッティングをして、このセッティングの画面をお見せできないのが非常に残念なんですけど、結構セッティングもね、なんちゅうの、紆余曲折っちゅうか、いろんな変遷をたどってようやくここまでたどり着いたのね。今画面もどうでしょう、いい感じに映ってるのかな、大丈夫、いい感じに映ってる。もうこれね、この映るまで結構大変だったんだよこれね。最初はなんか本当になんかこう沼から這い上がってきたみたいな、あの光が当たってねえよたまちゃんみたいなところからのスタートだからね。まあでも慣れっていうのはね、面白い。で、今日は言霊塾2周年記念スペシャルっていうことで、そんなさ大それた冠をつけてさ登場したのがたまちゃんだからさ、びっくりするよ初めましての人は。このスペシャルな人ってそれなんか別の意味でスペシャルじゃねえのみたいなね、風貌がスペシャルじゃんみたいな感じで思うかもしれませんけど、まあ1時間程度お付き合いいただけたらと思いますね。今日はテーマがいつも心に太陽ということで、たまちゃんが教員時代すごく尊敬する先生がいたの。音楽の先生、もう随分年上です。先輩というにはちょっとおこがましい。その方が、学年主任で、自分はその学年に所属する、ね、本当にたくさんのことを学んだのその人から。すごくあったかい人。もうさ、その時に人格者っていう単語をこう初めてなんていうのかな、こう実感を伴って理解できた、そんな人。すごくあったかい人。でも若い頃はバリバリで、バレーボールとかされてたんで、若い頃は超バリバリで、お前こらみたいなことを言ってたらしい。後で聞いてそんな想像もできんなみたいな感じで思ったんですけど、その方の座右の銘がいつも心に太陽だったんですね。知ってる人は知ってる、心に太陽を唇には歌おうね。もう小説読んだことはある人がいればわかると思います。路傍の石だったよね確かね。路傍の石だと思いますね。でその方はいつも心に太陽っていうのを座右の銘にされてて、本当にそんな方ね、いつもポカポカあったかい日だまりのような人、もうね近くにいるのが嬉しい。そんな人って皆さんの周りにもいるでしょうね。あ、理由もないけどなんか近寄りたい人ね、そして近寄るとなんかほっこり心が温まるような人ね、そんな人がまさに、太陽のような人だとたまちゃんは思います。そんな人と若いうちに出会えるって本当ラッキーやったなって思えるね。でいつか自分もこんな人になりたいと思ったね。あったかい太陽のような人になりたい
思ったね。で今慣れてるかどうかって言ったら全然慣れてないんですよね。こうやってせっかくさ貴重な時間とお金を使って参加してるのにさ、もう帰るなら今だぞとか言うしさ、お前たち暇人じゃのとか言うしさ、お前ふざけんなみたいなね、照れ隠しやからね。でもまあおかげさまでたまちゃんといるとすごく心が温かくなりますとかさ、あるいはたまちゃんのお話聞いたり YouTube 見たりするとすごくなんか人生救われたような気持ちになりますって言ってくださる人がたくさんいらっしゃるね。その言葉で俺がどれだけ救われてるかね。なんで、太陽のような人っていうのは多分たまちゃんの一生の目標だと思いますね。まあ今日集まってる皆さんは言霊塾の主催してる、ゆみちゃんとゆこちゃんのつながりの人たちだからね。太陽のような人たちがいっぱい集まってる。中には俺つながりで、なんか妖怪つながりの人たちもいますけど、ね。基本、太陽のような人がいっぱい。だからこれいらないから。自分とか言わなくていいから。ね。たまちゃんは、別にその、何の宗教を信じてるっていうわけじゃないですけど、まあ、ここ日本に住んでるんで、日本の神様が大好き。ね。別に日本の神様のことをこう、なんつったらいいんだろう。毎日毎日なんか崇拝してるとかそういうんじゃない。ね。そういう種類の神様じゃないんで、日本はね。で、日本の神様が、大好き。まあ、神様の、なんか聞こえるぞ。神様の応援団長みたいな、自分勝手に名乗って、活動してるんですけど、その、日本の神様によると、ね。なんと、皆さん一人一人みんなが神様なんだという考え方なのね、これね。なかなかないよ。世界中の宗教で、あなたが神様なんですっていう教えの宗教ってないよ。ここ日本ぐらい。ね。大体スタンダードな宗教は、なんて言ったらいいかな。神様っていう厳然たる存在がいて。この人が絶対、ね。この人の言うことは絶対にやらないといけない。まあ、なんていうのかな。異論を挟めない。ね。絶対者って言うんですけど、その、ちょっと待ってね。はい。ありがとう。日本の神様って、まず数が多すぎて、もう誰をそのさ、拝んでいいのかわかんねえみたいなところから始まるのね。で、その教えをざっくりふんわり、簡単にまとめると、皆さん一人一人はなんと神様の子孫であるという考え方。ね。神様の子孫なの。ということはどういうことかっていうと、みんな親戚。親戚なんです。他人ではない。ね。いや、他人になりたい人いっぱいいるんですけど、残念ながら他人ではないの、これね。他人ではないの。確実につながってんの、これ。ね。なんで、仲良く暮らしましょうっていうのが神様からの提案。ね。だってもう親戚なんだから。ね。いがみ合ってる場合じゃねえよって。親戚なんだからって。助け合って支え合って生きていこうぜっていうのが、日本の神様から皆さんへの提案。ね。まあ、やるもやらないもそれは自由です、皆さんのね。たまちゃんは日本の神様が大好きなんで、やってみようと思ってやってる。ね。極力誰かを攻撃したりしない。お前どの口が言っとるんじゃんみたいな。お前5秒前に誰かを攻撃してたじゃねえかみたいなね。違う、これは愛だから。ね。愛だから。ね。攻撃ではないの。愛なの。ね。まあそうやって生きてると、本当にたくさんの、素敵な人や素敵な笑顔に囲まれて生活するようになったのね。不思議よね、これね。たまちゃんの若い頃って誰も知らないのよ、ここにいる人たち。知らないよね。だって出会ってないんだから。ね。妻ですら、たまちゃんの若い頃には出会ってないのよ。ね。だからもう言いたい方だよね。その何誰も見たことがなかったら、もう何嘘800言いたい方だよ。素敵な人やったんよ、つって。誰も信じらんけど。ね。素敵な人やったんよっていくら言ってもいいのよ。ね。誰も見てなかったら。見てる人がいたらちょっとね。その人ちょっと黙らせないといけないけど。もう若い頃のたまちゃんっていうのは、とても皆さんにお見せできるような人間ではなかった。人間ではなかったよ。ね。完全に尖ってるから。ね。近づくとぶっ刺されるみたいな。ね。寄ると触るとなんか切られる。ナイフみたいなやつ。ね。もうキレッキレに尖ってんの。危ねえの。そんなやつ。だから誰も近寄らなかったよね。でも、
まあそのなんちったらいいんかな、こう世の中を見てるとさ、まあたくさんの人に慕われて、愛されてね、日向歩いてる人たちがいるね、まあこの中にもたくさんいますよね、うん、で、逆にもう誰からも認められずに、それどころかね、お前がいるわけで迷惑な、俺もお前がいるだけで迷惑なんだよみたいなこと言われたりね、お前なんか生まれてこなければよかったんだよみたいな言葉を投げかけられたりね、そんな感じでこう日の当たらないこう日陰道をとぼとぼ歩いてる人たちもいる、いろんな人たちがおんのね、うん、でもまあたまちゃんは若い頃はどっちかって言ったら日陰もん、日陰もんね、だからよかったよね、もし私が、私がっていうこの場で言うのもなんか変な、もし俺がね、日向の道歩いてたらさ、日陰歩いてる人たちの気持ちなんてわかんないよ、わかんないよ、そしたらさ、かけるべき言葉ないよね、え、気持ちがわからないんだから言葉のかけようがないわね、え、なんでこっちの道歩かないのみたいな、こっちの道の方があったかくて光が当たって気持ちいいよって、なんで歩かないの、なんで日陰の道歩いてんのって、そんな暗い道歩かなくていいのにとしか声かけようがないよね。だけどたまちゃんは良かったなって思うのは、まあ日陰もんだったから日陰もんの気持ちが分かった、ね、でもその若い頃の自分ってね、そのなんで俺はこんな道を歩かされてるんだろうってしか思えないのよ。くそ、俺も日の当たる道歩きてえのにって、あいつらずりーみたいなね、くそなんだこれ、不公平にも程があるだろうみたいな、こっち把握しばって一生懸命頑張ってんのにって、なんで俺日陰の道ばかり歩かなきゃいけねえんだよって、あいつ大して努力もしてねえのに、なんでにみんな笑顔に囲まれて、なんか自分も笑顔でニコニコしながら日向の道歩いとんねんみたいな、クソ腹立つみたいなことを思ってたね、だからなんちたらいいんかな、こう自分がなんとかして浮かび上がりたい、なんとかして日の当たる道に行きたいって思いながらもがいてたのが若い頃のたまちゃん。いやでもその経験があるから後で生かされるんですけどね。でもこう日陰もんの経験があるっていうのは今のたまちゃんからしたらすごい強みです。強み、学校の先生やってる時も思った、自分が勉強できなかった、落ちこぼれたね、誰からも相手にされなかった、みんなから捨てられてね、みんなどうせ自分のことが一番可愛いんであって、人のことなんか口だけではね、お前のことが大事なんだよとか言うけど、そんなん口だけでね、誰が本気になって人のことをその心配するかいねってね、もうどうせ自分が自分がちゅう世の中なんよみたいな、そんなことを思ってた高校時代があったから学校の教員になって、そのヤンキーたちと心を通じることができたわけですよね。ああ同じこと考えてるやつらがいるんだってね。でその子たちに飾りもなく言えた、なんか若い頃の俺見てるようやなお前って、俺もそんな人生やったんよって、お前もいろいろ大変やなってって言えた、これが何の気負いもなく言えた、うん、なんかさ準備してさ、この子たちの心に響く稼いようとかさ、この子たちを変えたいと思って用意したセリフとは全然違う血の通った言葉で相手に投げかけることができた、その血の通った言葉だったから相手の心が動いたね。よくさ、まあ、なんつったらいいんかな、こう人の心をつかむテクニックとかさ、人をこう頷かせる話術とかさ、いろんなその何技術に走る人ってすごく多いのね。だって誰でも真似できるからね、その通りやって練習すれば身につくでしょ。技術は身につくんやけど、心が伴わないとやっぱり相手の心には届かんのよとすごく思った。その時教員だったんで立場上言わないといけないことがあるね、なんでこいつを説教せなあかんのやろって、こいつ別に悪くもないのにって、でも世間から見ると問題行動を起こしている、だから教員として言わないといけないね。だけどそこに心がこもってないね。だから何を言っても響かない。最初の頃それですごく悩んだ、うん、
立場上言わないといけないことにすごく悩んだの。なんでこんなこと言わにいかんのやろって。もっと言いたいことあるのにって思ってね。それ意外な方法で解決したんですけど、別に今日はね、そういうことをこうシェアする回ではないので、まあ教えませんけど、ね。いいかって。俺は教員だから、立場上言わないといけないことがあるんだって。だから今から、立場上言わないといけないことを言うぞって。でもその前に、俺の本音を言わせてくれって。ね。お前は間違ってないって言うと、どんな子も、その、なんちゅうのかな。その瞬間にこう、涙する。で、あ、この先生は味方なんだって心の底から思ってくれる。やっぱり、実感のこもった、心が、血が通った言葉じゃないと、響かんのよ。ね。だから、血の通った言葉を、血の通った言葉をっていうのを、ずーっと探し続けてきた人生だったのかなっていう気がする。振り返ってみるとね。そしてそれが、ずーっとずーっと積み重なってって、いつの間にかそれが今仕事になってる。不思議よね。人前で話をするような人間ではなかったのよ。これ何回も言ってるけど、未だにね、嘘つきみたいなこと言われるんですけど、まあいいんです。別に嘘つきだから。ね。別にいいんですけど、ね。人前で話をするの苦手。よ。ね。やけど、その、血の通った言葉を言おうとしてた。それは22歳の頃から。ずっと。だって、叶わないから。先輩の先生たちに、言葉では。叶わないのよ。ね。どうにかして、あそこに、たどり着きたいと思う。だって、50歳の先生が言うのと、22歳の俺が言うのとでは、同じこと言ってんのに、全然違うのよ。反応が。ね。50歳の先生が言ってるのは、みんな納得してうなずいてるわけよ。で、22歳の俺が言っても、ふーんぐらいで終わるのよ。くそーと思いよったよね。同じこと言ってんのに、なんでこんな違うんじゃって。おかしいみたいなこと思ってたけど、すごくよくわかるよね。血が通ってるか通ってないかの差ないよ。それが。経験が裏打ちされた言葉なのか、それともどこかから引っ張ってきた言葉なのか、それが大きな差になって現れるのよ。だから、講演家になるのって、難しいことではない。いやいや、まあ、正確に言えば難しいことだらけなんですけど、そんな簡単やったら誰でも慣れてるわ、みたいな話なんですけど、講演家って人の前でお話をするときに、一番大事なことは何かっていうと、ね、素敵な言葉を言うことじゃないんです。どれだけ血の通った言葉でお話できるかどうか。血の通ってるっていうのは、自分の経験に裏打ちされてるかどうかっていうこと。これが、十分備わってれば、たとえ話し方が、稚拙でも、ね、話し方がたどたどしくても、血が通ってれば、ちゃんと聞いてくれるよ。逆に、血が通ってなかったら、どんなに素敵な言葉を言っても、もう退屈でしかない。ね。だから、まあ、ある意味簡単よね。学校の先生っていうのはやっぱりそこにたどり着くのよ。どうしても。だって目の前にいつもいるんだから、子供たちが。ね。で、子供たちが本当に、自分を穴の開くような目で見つめる時もあれば、つまらなそうに見つめる時もあれば、ね。もう目すら合わせない時もあれば、いろいろ。そんな反応が、毎日毎日、フィードバックでやってくるから。自分の、おのずと、人としてのあり方や、その何人に物を伝える時の心の在り方が勉強できる。ね。まあそういう意味ではたまちゃんは有利やったけど、でも変わらないよ。ね。まあここにもたくさんいらっしゃいますけど、ね。すぐ仲良くなる人がいる。ね。あるいは、まあたまちゃんみたいに人見知りで、なかなか仲良くなれんのやけど、ね。はじゃないよ。ね。半年ぐらい経ったら、なんかすごい仲良くなるみたいな人たちもいる。ね。でも、なんか、超なんか、その、何?文字に起こすと素敵なこと言ってるんやけど、全然なんか印象に残んねえな。みたいな人もいる。繰り返しますけど、そこに血が通ってるかどうか。だと思います。だから血が通ったお付き合いを、
たまちゃんをおすすめする。その血の通ったお付き合いができてると人が集まってくる、ね、だからそれがゆみちゃんやゆこちゃんなのね、うん、だってこの人らは何上辺だけの言葉で物事喋ってないでしょ、ね、うん、それ分かんのね、やっぱり。だからたまちゃん口悪いんですけど、口悪いけどなんか知らんけど伝わんのね、そこでうなずいてるやつ本当になんか後ろからパーンって叩きたいわって思うんですけど、ね、口悪いからダメなんじゃないのよこれ、これ本当よ。あのさ、いろんな先生がいるのよやっぱ、まあ、俺が言うのもどうかと思うけどね。でどう考えてもこわもてでね、もう言ってることヤクザみたいなね、俺をして言わせるんだから相当な人よこれね、相当な人ね、俺も大概そんなそっち系だったけど、でも子供からすごく人気があるの。なぜなら嘘つかないから、自分が思ったことしか言わないから、うん、だからあのなんちったらいいかな、こう裏がない。まあ、実際その人間だから表も裏もあるんですよ、ね、表も裏もなかったらお前何幽霊かみたいなことになるんで、表も裏もあるんですけど、その隠してる部分がない、ね、もう明けっぴろげ、ね、だから明けっぴろげの人たちってすごく信用される、ね、あこの人は嘘ついてない裏表ないって思ったら、人はたくさん寄ってくる、ね、だからあの学校の先生でもその建前ばっかり言ってる先生はもうすごく子供たちから距離取られてたよね、うん、あの生徒たるものこうあるべきだとかね、あるいはその学校の中ではこうあるべきだみたいな、理想の生徒とはみたいなことを言ってる先生いっぱいいたけどね、もう子供たちから距離取られるよね。しょうがないよね、血が通ってないんだからそこに。で自分がやってないんだから、自分がやってないとも絶対、子供は見抜く。で、今日のテーマはいつも心に太陽なんで、でもそれと何の関係があんねんみたいな話なんですけどね、どうしようかな、その話した方がいいかな、その話した方がいいの、はいはい、最初しようと思ったけど超脱線したよね今ね、脱線したんで戻りますね、日本の神様の教えね、たまちゃん、まあ、詳しくはたまちゃんの YouTube 聞いてもらうのが一番いいんですけどね、たまちゃんが、教育委員会から神様について調べてくれっていう無茶なオファーを受けたね、そんな神様なんているわけねえのにとか思いながら調べるから顔に出てるわやっぱりね、顔に出てる、いろんなとこ行って最後に由緒正しい神社に行ったね、行ったらじいちゃんがいるね、なんかこう白いサムエを着たじいちゃんがね、庭の落ち葉を掃いてる、掃除してるね、そのじいちゃんがなんか不思議そうな顔して俺見んのね、珍しい客が来たもんやなみたいなね、そんな七五三でもないのになんでスーツ着たやつが来んのやみたいな感じでね、だから言った、聞いてくださいよって、ほんと教育委員が、そこの教育委員会が神様について調べるとかね、むちゃくちゃなオファーうなんか言ってくるんですよってね、神様なんているわけねっちゅうのみたいな話したら、お前出会って5秒で喧嘩売れつつ始めてみたわみたいなね俺ここに勤めてる俺に向かって神様いねえってどういうことだよお前みたいなね、いやいや建前上分かってますからみたいな話して、お前ひねくれたやつだなみたいな話になってね、そのお前のひねくれを直すためにお前に神様に会わせてやるみたいな話になってですね、で嘘みたいな、神様に会えるのみたいな、おこれでなんか教育委員会にレポート書けるみたいなね、感じで、その神様に会わせてもらったのがたまちゃんの運の尽きやったのよ、ね、ここで神様に出会わなかったら皆さんと出会うこともなかったよ、すごく幸せな、いや違う、今の方がずっと幸せですけどね、そういうその神様に出会ってしまったっていう話すると、初めて俺の話聞く人ってすごい、うん、えみたいな、あいつ怪しいなみたいなね、ことを思うんですけど、何のことはね、神様やって紹介されたのは歴史の教科書に載ってるような道教だったのね、道教初めて見たよその時にね、社会の資料集でしか見たことないからすげえみたいな、どれぐらいだろう、結構大きかった、これぐらいかな、30センチぐらいあんのかな、丸の形だった、いろんな形があるの、八角形とかいろんな形があるんやけど、見たのは丸い、そしてなんか取っ手がついてるの真ん中に、
で、なんか、正体不明の文様が、もう彫られてんの。で、伏せてんの、こうやってね。で、この鏡は、うちに1300年以上伝わる由緒正しい鏡だから、お前って。神様が映るんだよ、みたいなこと言われて。本当かよ、みたいな。妙なところで素直だから。本当かよ、みたいな。なんかそれあるかも、みたいなね、感じで、その鏡めくってみたら、俺しか映ってねえじゃん、みたいなね。当たり前よね。そこで神様映ってるのびっくりするよね。ね。で、今考えると当たり前のことなんですけど、超がっかりしたよね。俺しか映ってねえみたいなね。で、宮司さんに、この嘘だろって言ったら、お前が映ってるっていうことは、お前が神様なんだよみたいなこと言われてね。みたいなね。そこからがスタート。で、その時に、その宮司さんもなんか、元ヤンでさ、まあ、後で聞いたら、ね、大体そうよ。大体神社とか寺とかに生まれると、大体グレるんよ。もう神社、寺、学校の先生の元に生まれると、子供グレるんよ。しょうがないよね、これはね。そういうお役目なんよ。ね。んで、まあ、悪の限り尽くして、もう仕方なく神社を継いだみたいな。ね。んで、まあ、その人が、お前、鏡に映ったんだからもうしょうがねえよ、お前って。今日からお前神様として生きていかないといけねえぞ、お前って。神様として生きていかないとお前天罰が下っちゃうよ、みたいなこと言うのよ。ね、ちょっと待てみたいな。天罰は下らないで、みたいな。で、その時に、もう神様として生きていくってことはな、簡単に言えばなって。な、惜しみなく与えて生きていけっていうことなんだよって。ね、熱と光を与えて生きていけってことなんだよ、お前って。な、それがお前のお役目なんだよ。だからそれを天の道って書いて、お天道様って言うんだよ、お前。お前は今日からお天道様、太陽のように生きていかないといけないんだっていう。みたいなね。マジかよ、おい、ちょっと待ってくれよ、光れないよ、俺って。別に暗闇で便利なね、光ったりしないよ、俺はって。ね、熱もないよ、そんなに、みたいな。でも、その時に、その宮司さんが言った。みんな心の中にお天道様がいるのって。みんな心の中にお天道様がおるんじゃって。ね。心の中に太陽があるんじゃって。ね。だから本来は、みんな、太陽の生き方ができるんじゃ。って、その時言った。ね。その太陽のような生き方っていうのは、惜しみなく与えて生きていく生き方ができる。みんな、人間は、そういう、まあ、そういう機能って言ったらおかしいけど、そういう能力を備えてる。ね。だからお前、遠慮なく、惜しみなく与えて生きていけや、みたいなね。いやいや、与えるものねっすよ。何にもねっすよ。お金も持ってましょん、みたいなね。うん。で、熱と光を与えて生きていけって。もうちょっと分かりやすいように言ってもらえませんかねって。お前、いつも周りの人にあったかくいなさいっていうことなんだよ。いつも周りの人を照らしてあげなさいっていうことなんだよ、お前って。ね。いや、もうちょっと、もう一声、分かりやすく、みたいなこと言ったら、それでも笑顔で生きていけっていうことなんだよ、お前って言われて、たまちゃんの人生は変わった。ね。それでも笑顔で生きていけってすごいよね。これすごいよ。それでも笑顔で生きていける？まあ、生きてそうやな。生きてそうやな、顔見てると。なんかそれでも笑顔で生きてそうやな。困ったな、これ。ね。話がしづらいな、おい。ね。ニコニコして俺を見やがって。本当に、どいつもこいつも。ね。さ、神様が、史上最大のピンチ、がやってくる。天の岩戸事件ってやつね。で、天の岩戸事件っていうのは、まあもう繰り返しになりますんで言いませんけど、ある日突然世界から太陽が、隠れていなくなるっていうことね。でも、あながち神話とは限らんのよ、これ。何万年か前に、太陽がなくなってんの。日本。機械カルデラじゃない、その向こう側、錦江湾のとこ、鹿児島のところ、大噴火起こしてるの。ドーンって何万年か前に。それで九州の、縄文人全滅。もう北海道まで届いてるから。で、その、何？灰で、火山灰で、もう真っ暗になったんだって。誰も見たことないから。ね。それはなんか見てきたように言いますけど。ね。だから、神話ってあながち、捏造ではないのよ。で、そんな夢物語ではないのよ。やっぱり。口伝で伝わってるからね。まあ、そんなことはさておき。ね。太陽が、もしなくなったら、その、
お米育たんやみたいな、お米育たんかったら俺ら飢え死にやみたいな、おなんとかせえやみたいなね。でその日本の神様があでもねこうでもねっつって最後に出した結論がおかしかったのよね。さすが日本の神様っていう解決方法を、編み出すね。天の岩戸の前でみんな楽しそうに笑ったらなんか楽しそうだなと思って出てくるんじゃねみたいなね。そう、お前神様を何だと思ってるんだみたいなね、子供じゃねえんだからみたいな、そんなんで出てくるんだったら苦労してよみたいな。で本当に出てきるからびっくりよね、出てきたみたいなね感じで。も日本の神様が皆さんに伝えたかったことは何かね、太陽がいなくなるってこれ以上ないピンチよ、はっきり言ってこれ以上ないよ。だってね、そのこれ以上ないピンチの時にどうあればいいのかっていうのを伝えてるのね。これ以上ないピンチの時に神様はどうしたのか、心から笑ったのよ。心から笑ったら解決したのよ、光が戻ったのよ。すごいよねこれね。この日本の神様の教えはたまちゃんはスペシャルやばいと思うね。この教えはやばいと思う、すごく。それがそれでも笑顔で生きていけっていう意味なの。神様が伝えた、皆さんに託したね。太陽がいなくなるっていうこれ以上ないピンチに神様は笑顔で対抗したのよ。そしてその笑顔が世界を救ったのよ。すごいよね。その話聞かされたらさ、やるしかねえじゃんね。だからやったよ、全力で笑顔の練習から始めたわね。笑顔の練習始めたらすげえここの筋肉がめちゃくちゃ痛くなったわね。どれだけ笑ってないんよっちゅう話をはっきり言ってね。でもその笑顔の練習をしまくってやがてちょっと頭がおかしくなって、まだまともだったのにね、おかしくなって、でどん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 なんか笑顔が加速してって、笑顔が加速するとやばいから本当にね、やばい人が次々寄ってくんのよね。これまで来なかった種類の人たちがどんどん来んのよ。その慣れの果てがあなたたちは、はっきり言ってね、今まで出会ったこともない人たちは、はっきり言ってこれね、俺の目の前にいなかったからそんな人たちやけど、不思議よね、笑顔が笑顔を呼んだのよね。逆に笑顔じゃなかった頃の俺ね、その俺が苦虫を噛みつぶしてたような表情の人たちが俺の目の前にやってくんのよ。同じ自分の表情と同じ人がやってくるよ。人生すごいよこれ、この法則ね。神様がそれでも笑顔で生きていけっていうのはこういうことやったんよ。だから神様に言われたらしょうがないよね、もうやるしかないじゃん。まあ、例えばさ、これがさ、その何、もう誰でもいいけど別に、誰だろう、なんかそうね、まあ、例えば西ポンからさ、たまちゃん笑顔で生きていこうよとか言われてもお断りしますとか言うけどね、神様から言われたらさ、やるしかないやんもんね。でやってみたね、西ポンも神様からありがとうって言いなさいって言われたからやってるね。これがたまちゃんから西ポンありがとうって言って生きていこうよとか言ってもお前頭おかしいんちゃうみたいな感じで終わりやわね。しょうがないんだから俺も西ポンもね、で、やったらすごい人生になったよね。すごい人生になったわ、それでも笑顔で生きていくっていうことほど強力な生き方はないよね。いろんなテクニックを学んだりする、人生やっぱりさ、人生にもエアポケットがあるんよね。スコーンって入るつけってある。でその時にもがく、苦しいね、どうしようどうしようみたいな、そして何かにすがるね、なんかうまいテクニックがあってこのテクニックを習えばなんか脱出できるんじゃねえかみたいなね、この高いセミナーに行けばなんとか浮かばれるんじゃねえかみたいなね、この技術を身につければなんとか浮かばれるんじゃねえかみたいなね、まあでもたくさんやった人知ってますけど、そうね、まあはっきり言って笑顔になった方が早い、笑顔になった方が早いよ。お金かからんしね、時間はちょっとかかるけどお金かかんないよ。すごいよね。だから俺はお金かからずに幸せになったのよね。その西本も一緒、お金かからずに幸せになってるのよ。だからね、
その何お返しね、なんかもうほらその恩返しができんやん、お金かかってないんやからね、誰かにお礼を送るわけにいかんのでね、じゃあなんかたまちゃんの話してよっつったら喜んでって、それは西ポンとかだって一緒でしょ、お話してくださいって言ったら喜んで、断ったの見たことないでしょ、そういうことよ、もうしょうがないよこれはね、もうでっかいプレゼントもらってんだから。でも皆さんもそれでも笑顔で生きていけばいいんじゃねえかなと思う。だって皆さんは太陽なんだから、太陽の子孫なんだから、心の中に太陽を持っている、ね、どんな時でも笑顔で生きていけばいいんだよって。そしてあなたの笑顔が世界を照らすんだよ、あなたの笑顔が世界を救うんだよって日本の神様を教えてる、ね、それたまちゃんはそれをやっただけよ。他になんかテクニック使ったとかないよ。俺がなんかテクニック使うところなんか、なんか見たことないでしょ、だって。ねえ。なんか暴言吐いてるだけよ、俺。ねえ。ね、暴言吐いてるだけなのに、幸せな人生歩めるって言ったら、もう笑顔しかねえよ、もうはっきり言って。ねえ、俺がやってる、ずーっと続けてるのって、もう笑顔しかないよ。ねえ。不思議よね。うん。でも、これを続けていくとどうなるかって言ったら、例えば、誰々さんのことを思い浮かべてくださいっていうお題を出す。例えばよ。例えば、たまちゃんを思い浮かべてって、画面がない時に。ね。たまちゃんを思い浮かべてっていう、思い浮かんだたまちゃんが笑顔になってる。わかる？そうすると、この笑顔は板についた。ね。ことになる。例えば、マスヤンを思い浮かべ て、ね、でその思い浮かべたマスヤンが笑顔だったらマスヤンは笑顔が板についてる。そうなったら笑顔に血が通うの、その笑顔は力になるの、ね、そこまでは練習、笑顔の練習、ね、だって笑顔になってないんだからだよね。だってたまちゃんが、それでも笑顔で生きていけやっていう話をよくしますけどね、四六時中笑顔の人っていないよ。俺まだ出会ったことないわ、四六時中笑顔の人にね、まあ、近い人はいるけど四六時中笑顔っていう人いないわ。だよね、普通そうやわね。もうこういうこう会ってる時は笑顔やけどさ、でこのオフラインになった瞬間に真顔に戻るみたいな、普通そうじゃわね。オフラインになっても笑顔やったらおかしいよ、ゆこちゃんみたいになってしまうわ、そんなね、そんななってしまうわね。そういう人はなかなかいないのよ、なかなかいないやけど、その1日24時間の中でどれぐらい笑顔になってんのかなっていうのを振り返ってみるといいよ。ミュートになってます。ミュート？本当だ、いつミュートになった？はい申し訳ないね。1日24時間の中でどれぐらい笑顔になってるかなっていうのを振り返ってみてください、自分がね。その1日24時間の中の、まあ、例えば1時間笑顔でもすごいと思うよ、これすごいと思う。1時間も笑顔になってたらすごいと思うね。まあそうね、10分も笑顔になってないから、普通の、それが普通ね。大人は笑わないから、笑わないよ。子供はしょっちゅう笑ってんのよね、しょっちゅう笑ってる。だけど大人は笑わないのよ。だからまず笑う大人になったらね、笑顔の練習して、そうするとちょっと人生がおかしくなるのよ。でおかしい人が集まってくるのよ。でおかしい人と集まると笑顔が自然にこぼれるわね。またそうね、まあ、例えばやっちゃんがいるね、そこにやっちゃんがいてね、やっちゃんの顔見てると笑えるね、そうね、やっちゃんも俺の顔見て笑ってるね。だからおかしい、おかしい相乗効果で笑いが続くのよね。そういう人たちがやってくんの。でも笑顔の練習してないと真顔の人たちばっかりしか集まんないからね、笑顔が広がらない、ね。こんな話でいいんかなね。でたまちゃんはそれをやってみただけ。そうするとたくさんの人がたまちゃんに、たまちゃんを思い浮かべるときに、あの人笑顔やな、いつも笑顔やな、楽しそうに、いつも楽しそうに笑ってるよねって思うようになるの。不思議よね。俺人生の中で笑顔になってるのって、そうね、ここ10年ぐらいよ。ここ10年ぐらい。ね。
残りの40年以上は苦虫を噛みつぶすような顔で生きてきたのよ。ねえ、すごいよね。そして笑顔が10年続いたから今の人生になってんじゃないのよ。これすごいよ。笑顔になって2週間で人生変わったのよ。これすごいから、笑顔の力、2週間で変わったのよ。ねえ、こうやらない理由が見当たらないよ、これ。はっきり言ってね、その代わり真剣にやったよ。真剣に笑顔の特訓やったよ、2週間ね。2週間やるだけで人生変わるんやったら、セミナーとかに出てる場合じゃないよ、はっきり言ってね。もう今すぐ出てるセミナーキャンセルして2週間閉じこもってどっかの部屋にね、一日中笑った方がいいと思うよ。本当にそうよね。まあでも一日中笑ってると本当に気が狂ったって思われるからね、どっかもうなんか人知れず笑うことをお勧めしますけど、たまちゃんは車の中で笑ってたの。車の中で笑ってたの。そしたらさ、車の中見えないと思ってたけど丸見えなのね、車の中ね。噂になるの、おかしい、いつも笑ってる人が通るみたいなね。みんな俺見てくんのね。だからこれは試練だと思ったよね。これはなんか俺の笑顔を試そうとしてるみたいな。だからもっと笑ってやったわね。そしたらこんな人生になったんで、騙されたと思って、やってみることをお勧めします、ね、そうね。俺が、あ、そうそう、学校でもそんな話してたんよ。学校でもそんな話して、もちろん講演もそういう話を、学校の生徒さん向けにそういう話するんやけど、やるやつは決まってヤンキーね。決まってヤンキーよ。そう、なぜなら奴らはもうケツに火がついとんよ。わかる？普通の子たちは特に切羽詰まってないのよ、人生に。切羽詰まってないから、まあそのうちねって思うわね。だから皆さんも、今こう参加してたまちゃんの話聞いてるでしょ。でも人生に切羽詰まってなかったら笑顔の練習しないよ。今うんうんとか言ってうなずいてますけどね、たまちゃんが見てるからね、うんうんとか言ってますけど、言ってるけどね、やんないよ、切羽詰まってなかったら。いや、やらない、人間ってそんなもんね。切羽詰まったらやるよ、やる、これほんとよね。もう何回も西ポン出して申し訳ないけど、西ポンだってやらなかったのよ、最初。やってないのよね、適当に人生生きてきとんのよ、適当にお前見てたんかみたいなね。でも西ポンの場合はでかい病気をもらった、それがきっかけになってね、変わったの、人生。切羽詰まったのよ。切羽詰まったら人間変わるん。だから俺は切羽詰まったのよ。なんで人生変わったのよ。だから切羽詰まるってめっちゃ大事よ、これ。なんかさ、そんな修羅場とかに行きたくねえみたいなね、人生の修羅場なんてもうなんか生きてる間絶対迎えたくねえってみんな思うけど、え、修羅場とか切羽詰まる経験やった方がいいよ。そこ人生変わるチャンスだからね。だから学校でそんな話するとヤンキーがやるの。ヤンキーが鏡に向かってなんかイエーイとかやってんのね。不思議、これ不思議やけどね。やっぱやると変わるのよね。それ見てる先生がいるのよ、必ず。あいつやってたみたいなね。何人も先生から報告受けたから俺、それで、あの講演会の後に本当にやってましたって。まあその学校もおかしいよね。俺がそんな話をしたら全教室に鏡を設置してるのよ。そういう学校も少ないよ、結構ね、なかなかない。何校ぐらいなんだろう、 4、5校ぐらいしかなかったよ。俺何百校も講演したけど、鏡を全教室に設置するとかさ、そういう頭のおかしい学校はもう 4、5校ぐらいしかなかったわ。でもそれやると必ずそれをやるヤンキーがいて、そして学校が変わるのね。不思議よね、うん、なんでまあ騙されたと思ってやることをお勧めします。まあ、ここに来てる人たちはね、まあ、笑顔が身についてる人たちなのかもしれないけど、案外自分が身についてるって思ってるだけで結構身についてないよね。うん。俺も相当頑張ってやってるけど、まだ一日中笑顔じゃないから、全然なんかもう伸びしろだらけやわ、俺も。全然伸びしろだらけ。ね、まだまだいけると思う。ね。もう俺の場合は、そのひばりくんっていう素敵な人がいるから、ね、もう超素敵、まるで天使みたいな。ね、いつもドジなの。だから笑えるよね。ね。だからいつも笑ってる。ね。そうすると笑顔が絶えないみたいなね。で、まあまあ、お互いになんかやることなかったらお互いにディスり合ってる。ね。ディスり合いながら笑う。ね。笑うとうまくいく。ね。そうすると、何も困ることない。あ、
あの笑うで思い出したけど、神様がお前はとにかく笑顔でね、それでも笑顔で生きていけって言ってたけど、あのさ、うまくいく方法、人生がうまく笑顔でうまくいく方法ね、これ何かっていうと、たまには役に立つ話でとな、ね、笑顔でうまくいく方法ってあって、それ何かっていうと、自分の身近な人を笑わせること、はい、これがめっちゃ強力です。これ自分の身近な人をどれだけ笑わせることができたか。たまちゃんが幸せな人生を送ってるのは、たまちゃんがね、なりふり構わずひばりくんを笑わせたからな、はい、もう笑わせるのに理由なんかいらない、なりふり構っていられない、まあ、だからね、エガちゃんとか大好き、ね、なりふり構わず笑顔を振りまく人が大好き、なりふり構わず自分の身近な人を笑わせたら確実にうまくいきます。これ確実に、だってこの3年間俺がやってるのってそれしかないんよ。あのコロナになって外に公園に行くことなくなったんよ。ね。すごいよ。それまでさ、1年の3分の1以上公園に行ってるのに、全部カットよ、それ。ないんよ。ね。普通だっても死んでるわ。だよね。150日間ぐらい公園があったのに、全部カットよ。だ死んでもおかしくないでしょ。3年も続いてんのよ、これ。ね。1、2ヶ月だったら、まだお腹の蓄えがあるからまだいいけど。ね。3年も続いたらさ、俺骨川すじえもんになっちゃうよ。ね。だけど、ね、ますますなんかこう、人生のステージが心も体も丸くなっちゃったみたいなのは、もうこの3年間ひたすらひばりくんを笑わせまくったのよ。まくったの。そしたら全然困らなかったよね。これね、もう理由は俺もちょっとよくわかりませんけど、ね。理由はわからないけど、自分がやってみたんで、自分の身近な人をいつも笑わせてるとうまくいくんだって経験で思った、はい、これ本当におすすめします。ちなみにひばりくんって笑わない人だったから、これ本当よ、これなんか気がついたらしくしく泣いてるような人だったね、この人、これ本当よ、これ、まあ、その大部分の原因は俺と結婚したからっていう話もあるんですけど、まあ、それを置いといてね、それを置いといてね、いやいや、やっぱ不安になるのよ。そら、そうじゃわ。だって俺でも思うよ。なんで俺のようなやつと結婚すんね。そら不安になるに決まってるやん。ねえ。まとも、とりあえず、まあ、まとも。今は全然違うけど。ね。だから、1ヶ月に一遍なんか、壁際で泣いてるような人だったの、この人は。笑うとこなんかあんま見たこともない。だから、笑わせなきゃいけないと思ったよね。特にコロナになってからさ、四六時中一緒にいるわけじゃん。ね。四六時中一緒にいるのにさ、二人ともブスーってしてたらさ、もうなんかさ、もう来るものも来ないわ、もうそんなの。ね。でもとにかく、このコロナが収まるまでは、ね、このひばりくんっていう人を、もうとことん笑わせようと思ったの。ね。これが玉ひばの始まりよ、これ。ね。とことん笑わせようって。ね。そしたらちょっと育ちすぎて大変なことになったんですけど、でも笑わせたらうまくいったのよ。だから、笑いの、スキル身につけることをおすすめします。たまちゃんは努力して身につけたからね、これね。だってヤンキーは笑いがなかったら3分持たないから。持たない授業。笑いがなかったら。ね。真面目な授業50分聞くヤンキーとか見たことないでしょ？ね。まるであれと一緒よ。なんか昔映画でさ、2分に1回爆発しますみたいな。そんな映画があったんや。もうね、2分に1回笑いを入れないとダメなんよ、もう。ね。でもそれはもう子供だけじゃなくて大人も一緒。ね。なんで、笑いのスキルを高めることをすごくおすすめします。そんなん、インターネットでいくらでも学べるから。ね、無料で。ね。人って笑わせることが一番難しいよ。一番簡単なのは泣かせること。一番簡単、これ。もう超簡単。だからみんなやろう、これ。みんなやんのよ。ね。だってなんかちょっと感動するような話を持ってきたらみんなほろって泣くわ。泣かせるのは超簡単に、笑わせんのが一番難しい。だから芸人は苦労するわ。一番難しいことにチャレンジするんだから。ね。だけど皆さんも、
なんちゅうの、素質あると思いますよ、つながってるんだからね。あのさ、たまちゃんがあのエガちゃんとかの出川さんとか大好きっていうのは、この人らはその笑いっていうことに対するスタンスがちょっと他の芸人と違うのね。ね、他の芸人はその笑わせることに重きを置いてる。ね、笑わせてなんぼ。でもエガちゃんとかその出川さんとかは笑わせるじゃないよ。この人らは。この人らは笑われてたのよ最初。笑われてたの。芸人が一番嫌がる笑い方、笑われ方。ね。笑わせるのが芸であって、笑われるのは芸じゃねえよ、みたいな。ね。笑われてるってどういうことだよ、お前って。その芸人失格だよ、みたいなこと言われるわけよ。だから彼らみたいな芸人昔いっぱいおったんやけど、もういなくなったよ。みんな先輩から潰されて。でもこの二人は、笑わせようが笑われようが変わらねえじゃんって思ったのよね、うん、笑顔が増えることには何の変わりもねえじゃんって。じゃあとことんまで笑われればいいじゃんって思って、とことんまで笑われたのよこの二人。だとことんまで笑われたらどうなったのかって言ったら、今この二人がどうなってるのかって見たらすごくわかるよ ね。え、だってさ、一昔前覚えてるでしょ、抱かれたくない男ナンバーワンを何連覇したかね。だよね。ね。一番嫌われてる芸人やったよね、この二人。ね。もう、だって、ひばりくんも言ってたよ。エガちゃんだけはダメとか言って。ね。あの人の意味がわからないとか言ってたよ、何年か前まで。でも、エガちゃんが YouTube 始めて、その YouTube 見せたら、いっぺんに大ファンになったよ。そんなもんよ。ね。その、手段は問わないわけよ。笑わせようが笑われようが全然変わらんわけよ。だから俺どんな手段でも笑いを取るよね。皆さんもできるよね。これね、自分がどんな手段を使っても笑いを取ろうと思ったら、最後自分の過去を笑い飛ばすしかなくなるよ、もう。だってネタが自分の過去しかないからね。もう自分の風貌とかさ、そんなので笑い取るのはもう初期の段階やわ。そんなんすぐネタが尽きるんよね。玉か熊か分かんないとか言うの、すぐネタが尽きるんよ、そんなのは。ね。最後は、どこを笑いに持ってくるかって言ったら、自分の過去を笑うしかないのよ、もう。ね。もう俺さ、って、3回自殺しようと思ったんだけどさ、って、いや、山に登って飛び降りようと思ったら、高所恐怖症なの忘れとったみたいなね。そんなことになるわけよ。ね。過去の自分にとって笑い話でも何でもないよ。死のうと思って山登ってんだから。でも、最後そうなるんよ。最後自分の過去を笑い飛ばさないと、もうネタがなくなるんよ。そしてその自分の過去を笑い飛ばした時に、ものすごい風が吹くんよ、これが。ものすごい風が吹くわ。大したこっちゃねえかったんやな、あれって。むしろ美味しいネタやったんやなって、自分の過去が思えたらさ、もう怖いものないよ、あと。ね、どんなことが来ても、もう笑いのネタとしか思えない。ね、ネタ帳に一個書くみたいな。やべえ、これ面白いわって。これ何年か寝かしといたら、すげえ面白いネタになるよね、みたいな。そういう捉え方で人生を、ね、歩くことができるって、どんだけ幸せなことやろね。って考えたらさ、やっぱ、その何、笑いってすごいなってすごく思った、なかなか自分の過去を笑い飛ばせない人がすごく多くて、それで悩んでる。悩みの正体は自分の過去だから。ね。やけど、この過去を笑い飛ばした時にすげえ風が吹くんで、皆さんも芸人になることをお勧めします。ね。皆さんの過去を笑えたら、ね。全く違う扉が開いてくる。ね。でも冷静に考えたら、さ、たまちゃんもさ、その笑いに変換できたからいいけどさ、ね。変換する前はすごく悩んでた。それで苦しんでたから、自分の過去にね。当然やけど。そりゃそうよね。やけど、笑い飛ばしたら、もう大したことなかったな、みたいなね。感じ。ね。なんか今日はなんか、講演会っていう毛色が違うような気がしますけど。ね。こんな感じで、言いたい放題、喋りたい放題喋って。ね。2周年記念になったのか全くわかりませんけど。ね。たまにはこんな話もいいでしょう。ね。ということで、時間になりましたので、たまちゃんの話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
こんなんでいいか。なんか今日おかしかったな。なんか今日おかしいな。まあでもいいか。ね。いや、素晴らしかったです。ありがとうございます。もう何喋ってるか全部忘れてるけどね。あの、グループメッセンジャーの方にね、筆文字書いてくださったりですとか、うん、あの、はい、あの、群馬のあっちゃんがね、はいはい。はい、で、なおちゃんなんかも写真と一緒に、うん、あの、素敵な言葉をね、こう書いてくださったりとか、うんうん、あの、してくれてますよ。あ、あの、ありがとうございます。ね、素敵でしたね。あの、それでも笑顔で生きていけとか。そうそうそう、まあ、あなたがやってることよ。ね、あなたがやってることよ。うん、ねえ、で、あれですね、あの、自分の身近な人をどれだけ笑わせられるか。だからもしパートナーがいる方だったらパートナーをね、一番近い人を笑わせるっていうのがすごい力になるよね。すごい響きました、本当に今回も。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかあの、たまちゃん今日お話してくださったのね、うん、あの、日本公演新聞にもちょうどなんか神様として生きるっていうのは載ってた気がする。ああ、そう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 。ね。あれを読ませていただいた時にもね、もう、ああ、すごいって、まさかね、今日お話しいただけたら。まあ、日本の神様ぶっ飛んでるよね。俺も大概ぶっ飛んでると思うけど、神様まではぶっ飛べねえわ。ねえ、まだまだ神様の方が上やったわ。ねえ。でもよかった。はい、ありがとうございます、はい、もうあなたたちが喜んでくれればね、あ、もう後の人どうでもいいですよ、もうあなたたち2人が喜んでくれればもう、ね、こういうどんな手段を使っても笑わせるっていうね、これ大事よ、すごくね。俺の場合だからさ、不思議よね。だって毒を吐いてその毒で笑うんよ。これなかなか不思議よね。普通さ、この笑顔やその何特訓ができてないとさ、毒吐いたら怒られるからね。普通はそうやからね。もう何を言っても笑うことができるっていうのはやっぱ修行の賜物やと思うよ、ね、なんで、皆さんも笑うことをお勧めする、ね。まあ、一番いいのは Facebook やってるんだったら Facebook のプロフィール写真をとびきりの笑顔のやつに変えることをお勧めします。まずね、はい、まずそれが最初。それが最初よ。あの、サイリョウヘイさんも同じこと言ってました。あ、そうなの。やりました。いや、これ本当よ。これたまちゃんのフェイスブックのプロフィール写真見たらわかると思うけどね、分かってる人はみんな笑顔の写真載せるわね。それが分かってなかったらもう犬とか猫とかの写真載せるから、もうすぐ笑顔の写真載せることをお勧めしますね。すぐよ、これね。だって笑顔の写真が一番美しいんだから、その人にとってね。なんか自分の顔を出すのがなんか恥ずかしいわみたいな人が多いんよ。そういうもう自意識過剰すぎる人ね、アイドルでも何でもねえんだからね。あなたのプロフィール写真わざわざなんかもう保存してね、大切にする人なのに一人もいないんだから、もうね、別にいいん、どんな顔でもね、どんな顔映ってもいいの、笑顔だったらね、笑顔は記憶に残るからね、残る。で、これで、後で、たまちゃんは一人ずつ、Facebook をチェックしていくわけよ。ああ、この人は大体これで変え、一日で変えたか、みたいな。まだ変わってねえな、こいつ、みたいなね。そう、うなずいてたのになんで変えてねえんだよ、みたいな。ね。いかん、今日なんかおかしいよ、俺。こんなキャラじゃなかった、俺は。ね。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。